せーので、シーシーレモン、シーシーレモン、シーシーレモン、シーシーカメラ、バキュン。ベジータになった。はい、シーシーレモン。何を食べるかもう分かってるでしょ。え、昼なんですよ。昼じゃないよ、これおやつだよ。え、昼おやつかな。昼おやつ、あ、食べたい。え、食べたい。昼おやつ食べるの。誰持ってくるの。どこにあるか分かりますか。階段に置いてありますね。はい、あ、持ってくる。じゃあじゃんけんしよう。じゃんけん、じゃんけんで買った方だよ。じゃあじゃんけんでど負けた方がいい。どっちがいい。どっちでもいいよ。最初はグー。どっちがいい。負けた方いく。負けた方がここに。負けた方が行く。最初はグー。じゃんけんぽい。あー、さあ持ってくるのだ。よっしゃ。どんだけ遅いねん。何か分かってるの。リノはこんな、何あの人、ピンクのカレーとか。かしげないでよ。何？どうぞ。ん？え？あ！ケーキだ。わかった。さあ、ホールケーキですよ。やった。やったぜ。あれ遅くついて。マ持ってったから開けるのりの。こら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 。はい、いい？いいよ。え、マ、待って。リノ開けるの。おお、やば。誰かの誕生日。やば。え、リノな、リノちゃんのちゃんが、リノちゃんのちゃんが、ちゃんがすごい。いちご何個？1、2、3、4、5。いいね。何書いてる？お、え、お誕生日。おかしくね。お誕生日じゃなきゃもらえないんだってチョコ。そうなん、うん、でもあのいいですよっつって。お誕生日じゃないのに。いいの。いいじゃないですか。でもこれ 4.55 なんだよ。そんな5あるって初めて知ったわ。ちっちゃいでしょ。だからこれ音一人でいっちゃう。え、ろうそく何本。3本ある。ちんまーくに命。命。じゃあ何色。チョコも半分にして二人で分けな。じゃあリノハートの、あ、リノくんやって。俺がこう、リノちゃんの方はリノが食べて、マーくん、マーくんちゃん、いい音なくてもいい、いい音なくてもいい、音なくても音チョコいらない。いい、分かった。いい、分かった。カスじゃ。カスカスっておかしい。さしな、割って。うん、音割っていいの。まだだ、まだだ。ろうそく、いいよ、自分たちで割りな、これ何でも。うん、あ、火、あの、あれ、あ、もうライちゃん、うん、ライちゃん、え、どうやって焼きになったっけ。はいはいはい。何色。あ、自分でやりな。え、音何色。何あれ、あれ、なんかこれ折れてな。んどれ、このロウソク。ん、あらあら、なんだこれ、不良品だ。ひどすぎない。ひどすぎない。よかったね。よかったね、マー君。バキバキ折ったんだぞ。ハッピーバースデー。いや、6問ぐらい食べたかったな。ハッピーバースデーとゆー。はい、じゃあお願いします。ハッピーバースデーとゆー。ハッピーバースデーディワリのチンマー君。ハッピーバースデーとゆー。イエーイ。リリースデーの。リノも取る、はい、リノ取るわ。チョコ割って。おじいさん、おじいさん、おじいさん。お、ちょうどに割れた。上手。リノ、ちょうどに割れた、すごくね。ねえ、拭きたい。ん？何？いいのか。見て、リノ見て、おじいさん、おじいさん。おじいさんあげようか。いや、大丈夫。おじいさん。なんだっけ。だってパッケージが見たことないんだ。二階堂ふみ。あ、なんだこれ、二階堂って書いてある。まあ、そういうのいいじゃないですか。しっかりと、しっかりと、うん、おじいさんの上に2個ぐらいいけるんだよ。
うん。リノ上手？うん。何に対して上手なの？盛り方。盛り方？そうだね、結構背で落ちたもん。だってパティシエってこうじゃん。パティシエはそんなことしないんじゃないの？するもん。するの？だってあの、こうなんか見せ場あるじゃん、こう見せ場？こう見せ場、こうガラスのあるじゃん、その中にこう入れて、こうあ、ショーケースする。そのあの入れるところのお皿にこうシュッて乗せたりするかもしんないじゃん。うん、一人で切り盛りするの？うん、みんなは切り盛りパクパクするの。じゃあ、いいですよ、いただきましょうよ。いただきます。一人でやる、うん、誰も雇わない。うん、それなら人件費かかるから。うん、家族でやればいいんだ。うん、リノの後をついて、うん、あれ？うん、まあ美味しい。ああ、やっぱ違うんだね。うん、何これ？うん？なんか違う、の中からは食べてみる。え？嘘でしょ？本当本当。どうだっけ？うん。どこ？そこの上。あれあれ、これなんだ？上にはないに見えるクリームです、これは。びっくりした。ちょっと3個残って、食べれる？ん、うん、音はいけるでしょ。音は絶対いける。本当カップ麺食べたいな。こら、もう行くときにカップラーメン食べたでしょ。カップ麺よ、昨日言った。うん、親指は？命、お誕生って書いてある。マーク。命。あ！もう呼んでよ、リノ。リノ。おはい。お父ちゃん。どう？美味しい？なんか美味しいって感覚ない感じするんだけど。ないよ。ねえ、美味しいでしょ。うまいかな。なんかあれだね、スポンジがちょっとあれなのかな、これは。スポンジうまくない？うん。まあまあ、そういうところもあるさ。ないよ。はい。ちょっとダメなっぽい。はい、うん、うん、何でしょう。スポンジがない。一応時期じゃないんだよ、多分今。じゃあ、うん、うまっ。ちょっとそうなるよね。うん、そうかも。スパ、うん、イチゴってスパいっけ。時期じゃないね。今日これ食べないの？食べない？うん、ん？食べる？うん、半分。半分食べる？あ、なあ、これ切らさってないじゃん、これ。切らさってる。切らさってないじゃん、ここ。あ。あ、いいよいいよ。分けなくても、これ食べれるんでしょ？ちょっと。うん、いいよいいよ。マー君は？食べない。マー君は食べない。じゃあ男で食べちゃうよ。胃の半分食べるから。うん。うん、マー君、イチゴ食べてもいいよ。ん？うん。うん。俺、イチゴ大好きなんだ。うん、そうかい？なぜかい？うん、なぜだろうね。なぜだろう。なぜだと思う？うん。そういう人間に。そういう人間になったのか。イチゴ大好きだっていう人間になったのか。うん、よかったね。うん。いや、チョコがいて、このケーキで一番美味しかったのはチョコ、生クリーム、チョコ、あ、違う、生クリーム、いちご、
スポンジトレイ、生クリームか、リノチョコ、リノチョコじゃないよリノはチョコが好きだよ。おお、そうくる。俺はマー君チョコなの？音チョコじゃないの？音チョコだよ。何言ってるの？ね、お菓子の家作りたい。前ミカちゃん、カヨちゃんのお家でやったのにさ。お菓子の家？うん。作ったけど、チョコの板？きっと。あ、きっとっていうか、そう準備されてるもので？違う。勝手に自分たちで作ったの？うん、あ、そういうこと？明治のチョコあるじゃん。俺たちも。それを。こうあって、それを溶かして、あのビスケットとかでこう屋根とかをあのチョコを塗って、うん、だからそれがさ、そのキットがあるのよ。前やったでしょ。もう忘れたと思うけど、あるのよ。そうやって作りましょうっていう、あのほら、ネルネで作るような感じで作りましょうキットみたいなのがあるわけですよ。でも俺とかは入れてくれなかった。え、うまくできないからじゃないの？違うよ、できるよ。そうじゃなくて、あのビスケットとかさ、タケノコの里とか自分で用意して勝手に作ってて。あ、自分で用意、あーなるほどね。トッポとかをドアにしてやってみようよ。うん、俺、ね、ゆっくりできなかった。うん、なんで？俺できない。なんかさ、俺できない。できないんでしょ。あ、違う、俺できなかった。だからできない。違う、あのさ、できなかったんさ。だからやった。違う。あ、間違えた、やれなかった。やれないでしょ。リノさん、やれなかったな。チョコ板が5枚か4枚あれば、それをこう刻んで刻んで刻んで。消えんぞ。それをこう、そう、あの、その感じだ。